ウェザーニュースキャスターの武藤あやめです。2月2日火曜日の全国の天気をお伝えします。まずは上空の寒気の予想から見ていきましょう。前線通過後、西から寒気は南下します。その影響で西日本や北日本では朝よりも昼間の方が気温が下がり、体感差が大きくなりそうです。一方、関東地方では寒気が最後まで残る、暖気が残るため昼間は暖かい体感となりそうです。各地で1日の寒暖差が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。ではアイコンで見ていきましょう。午後は冬型の気圧配置となります。そのため北海道の日本海側では雪の降りやすい1日です。沿岸部を中心に吹雪にもお気をつけください。また東北の日本海側は午前中は雨が降りますが、お昼からは雪へと降り方が変わります。北陸は冷たい雨や湿った雪の降りやすい1日です。大気の状態が不安定なので、雷や突風、あられといった激しい現象にもお気をつけください。北日本から北陸の内陸部を中心に積雪の増加にも注意が必要です。一方、太平洋側のエリアでは広く日差しが届きます。北海道の太平洋側は晴れていてもにわか雪の可能性がありますので、空の変化にお気をつけください。そして、東北の太平洋側でも午前ほど雨が降りますが、だんだんと闇間が長くなり日差しも届きそうです。東日本から近畿の太平洋側は朝まで雨が降りますが、天気は回復へと向かいます。特に東京など関東地方では朝のうち強雨や雷雨、強風など注意が必要となりそうです。また沖縄、こちらは雲が多く雨の降ることもあります。午前ほど降りやすいので折りたたみ傘があると安心です。気温を見ていきましょう。日本海側ほど気温は下がり、真冬の寒さが戻ります。万全な防寒を行ってお過ごしください。東京は昼間は季節が進む、春らしい体感となりそうです。一日の寒暖差に気をつけて服装選びも上手に行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。Thank you.